はい。皆さん、こんにちは。今日は Waves が無料で配布し出した Cosmos というサンプルファインダーをご紹介します。サンプルファインダーとは、音ネタを検索するためのブラウザーということになります。画面のようにこのようなインターフェースを教えるんですけれども、これは基本的にはスタンドアロンです。プラグインではありません。ですから、これで DAW。僕の場合はスタジオワ o n e ですけれども、このスタジオワ o n e の画面をクリックすると、このように後ろに行ってしまいます。もう一度こう出しますが、先日から僕の方でも何度か紹介しています、ウィンドウを一番上の方に固定するようなソフトウェアと一緒に使う方がいいです。そのようなソフトも概要欄に貼っておきます。 Windows 版ですけれども見てください。Mac の方は Mac でもそのような Window を最前面に固定するようなソフトウェアがあると思いますので、それらを見てみてください。僕の場合は Ctrl と Windows キーと a l t キー、いわゆるキーボードの一番左の端の方に並んでいるキーを3つ同時に押して、 マウスの左クリックを押しましたら、このようにトップモストオンという風になります。オフとオンがこのように切り替わります。これでトップモストオンにしておきましたら、スタジオワン One の画面をこのようにクリックしても後ろに行きません。このようにして使わないといちいち前やったり後ろにやったりするか、もしくは スタジオワンの画面をこのようにウィンドウモードにしておいて、そして画面配置をし直して、ドラッグドロップするという風な形になってしまいます。よって最伝面に固定するというのはとっても重要だと思います。もう一度画面を元に戻します。最大化をしてモストオンにします。 はい。ここまでが準備です。画面は大きく分けて3つに構成されています。それはここで選択します。今、リストが拡大されて見えています。真ん中のボタンでリストの幅が狭くなります。たくさんの情報を一気に見れるようになっているわけです。そしてもう一つがこのように宇宙の 星をイメージしたような形で検索できるシステムになっています。似通った音が色で分かれていて、近くにそれによく似た音があります。ちょっと鳴らしてみましょう。ドラッグすると近い音がたくさん鳴ります。はい。このようになりまして、 右の方にこんな形で今鳴らしている音というのが見れるようになっています。そしてこうやって前後で近寄った音を探せるようになっています。そして気に入ったらそれをドラッグドロップできます。このようにして使えるわけです。 配置したサンプルは今現代ではこのように小節割にも何もなっていません。ですからインスペクターの方でテンポの追従をタイムストレッチにする必要があります。そうするとこのように8分音符分の長さにタイムストレッチされました。これを並べるとこのようになります。そして 音ネタとして使えるようになるわけです。はい。基本の使い方としてはこのようになりますが、自分がもしワンショットやループを持っていたとしたら、ここで足すことができます。標準では一番上の Waves Audio Factor というのが2500個の音ネタが入ったものが標準でついてきます。 このソフトも検索というシステムで言えば前から僕の方でご紹介しています XLN Audio の XO というこういうソフトがあります。これは画面を見ると今のコスモスととっても似てるんですが、まあ、似てるという言い方はおかしいですね。XLN Audio さんが考えたこの素晴らしいインターフェースを Waves さんが真似をした。 という風うに言えるんではないかと思います。ただし、これは似て非なるものです。これは検索できるシステムだけではなくて、ドラムソフトとなっています。ですから、ここでドラムのシーケンスを組めるようになっていまして、このようにドラムループを組んだりすることができます。そして、 オーディオだけじゃなく、MIDI の書き出しなどもできるようになっています。ですから、見た目は何ともよく似た形なんですけれども、これとコスモスは全く違うものだと考えてください。このサンプルは2500があるんですが、僕は1500の音ネタをここに追加しました。ここをクリックすると一気に増えまして、 4093という数になっています。その他にも僕の場合は声のデータベースも登録しています。これです、これ私が予言した通りの結果ですわちゃ、やっちまいましたわはい。このような音ネタももちろん管理ができるわけです。ただし、これらがうまく分析には乗らなかったです。 ちょっとその辺のところもまだ開発途上ということになるのではないでしょうか。もう一度クリアしてこのように元ネタだけにしたいと思います。あとは検索だけのことです。例えばこの頭のところに各リストの先頭には矢印のようなマークと回転したようなマークとがあります。これはワンショットとループです。 上でワンショットというのを選びましたらすべてがこのように矢印マークになります。いわゆる一発音です。そしてこれらはループだけを検索することもできます。 このように検索がいろいろできるようになっているわけです。ですからドラムのスネアを選択したいと思います。ここでドラムというのを選びます。そしてスネアを選びます。そうするとドラムのスネアだけが絞り込まれました。このように 検索が可能になるわけです。ここでクリアを押します。そしてこのようにボタンで検索というやり方もできるんですけれども、ここにインストゥルメントというのがあります。ここで選んで、そしてドラムの例えばクラップというのを選びます。そうするとこれはクラップばかりになりました。 はい。このような検索もできます。もう一度クリアをします。例えば他の楽器も選択できます。たくさんはないですけれども、このようにギターというのを選んで、エレクトリックギターというのを選択します。そうするとこのようになりまして、ちょっと聴いてみたいと思います。 このようなギターの音などもいくつかですけれども、パッと見た感じ20から30ぐらいですね。登録されたりしています。一旦クリアします。このようなことででも検索できます。キー &BPM。これは125のプラスマイナス10。この範囲のリズムのネタを検索できるのと、ここでキーを選択することもできます。 例えば C のメジャーとするとこのように C メジャーの音ネタが表示されることになります。これでループを選択します。そうすると C メジャーのループです。 はい。まあ、これもざっと20あるかないかです。よって、まあ、基本的には、このコスモスというシステムも、ドラムネタのループやワンショットを主に扱って、ビートメイクをするという意味です。説明としましては、これ以上でもなく、これ以下でもありません。このようにして検索できましたら、それを 音ネタとしてドラッグするということになります。この Waves の Cosmos ススは、まあ、無料ですから音ネタ2500を頂戴しましたという形でもいいんではないかなと思われますが、やはり本格的にドラムネタとして使うのには XLN オーディオのこの XO とは全く 異なったものだということがよくわかります。これの場合は、ここで、このように、ドラムのキックを選択しましたら、人工知能がこのように、音ネタで近いところを選択してくれます。そして、それが決まりましたら、このキックという位置に入れます。 そうすると、この音がキックに入りました。今度は他の音を検索してみましょう。検索はここにこのような虫眼鏡のツールがありまして、ここでスネアだけを検索するとかいうことも簡単にできるようになっています。はい。これも決まりましたら、このボタンを押します。 例えば、クローズのハイハットをこのようにして検索して、またここに入れます。オープンハイハットは、このようにして、これでここに入れます。このように音ネタを、 自分の思うようにドラムキットに割り付けたらそこからはいろんなエディットができるようになっています。この右側のところにシーケンサーもありますのでどんなリズムでこれを鳴らすかというようなこともできるわけです。ちょっと鳴らしてみましょう。例えばバスドラをたくさん入れます。 はい。これにつきましての便利な操作方法は僕の方でみっちり動画を作ってありますのでそちらも概要欄の方から見てください。このようにコスモスは音ネタの検索システムです。無料ですのでないよりは便利だと思いますがそれ以上のことができるわけでもありません。これを使うのには 今回同時に発売されました CR8 というサンプラーがあります。このようなサンプラーです。これにドラッグドロップをして、このように長さを例えば変えるとか、今これフェードインフェードアウトをしましたが、どのエリアを使う このようなサンプラーと組み合わすということも考えられます。ただし僕の使っているスタジオワンにはこのようにインパクト XT というとってもドラムに適したサンプラーがあるわけです。あえて CR8 を購入するということはないですが CR8 は今イントロキャンペーンで約1000円ぐらいの価格で ウェイブスから販売されています。サンプラーとしては CR8 はとっても優秀だと思います。まだ僕の方では使い切れてはいませんが、1000円程度で買えるなら、これも使ってみる手はあると思います。興味のある方は一度また見てみてください。そしてコスモスの方は一応無料ですので、まずは試してみるのもいいでしょう。 そして2500の音ネタをうまくゲットするというのも一つの方法だと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。